ローズビルは、アメリカ合衆国カリフォルニア州の北部プレーサー郡にあり、サクラメント都市圏に属する都市である。アメリカ合衆国国勢調査局による2010年国勢調査では、人口11万8788人となっており、2000年からは49%増加した。2015年の人口は13万3680人と予測されている。 週刊高速道路80号線が市内を抜け、カリフォルニア州道65号線が、市の北部を分断している。ローズビルは、北緯38度45分9秒整形121度17分22秒、北緯38.75250度整形121.28944度、38.75250-121.28944に位置している。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は30.5平方マイルであり、このうち陸地は30.47平方マイル、水域は0.04平方マイル、水域率は0.07%である。ドライクリーク、リンダクリーク、シークレット渓谷、サービークリークなどいくつかの水路が市内を流れている。ローズビルは地中海性気候にあり、 冷涼で雨の多い冬と暑く乾燥した夏がある。雨は、外して10月から3月の間に降る。日中の平均最高気温は、1月の歌詞54度から7月の歌詞95度まで変化する。平均最低気温は、冬季の歌詞39度から、夏季の下市60度となっている。以下は2005年の人口推計データである。 CNN の雑誌マネーによる2006年住みたい場所調査では平均肥満度指数が24.5となり全米で最もほっそりした人の多い都市とされたローズビル市には様々な事業所が入っている国内最大級のオートモールを含め大型小売店を誘致しており市でも国のレベルでも消費税収入に著しく貢献している 人口が劇的に増加したとしてもインフラが何とか追いついていくことができるのはこの消費税収入が寄与している。この環境によって住宅、大小の雇用主としての企業さらにはショッピングの機会の複合した形を生み出している。市内には人気のある水上公園であるローズビルゴルフランドサンスプラッシュがある。ウェストフィールドガレリアモールローズビルの経済には ショッピングが大きく寄与しており、2008年時点でカリフォルニア州の都市の中では11番目に高い売り上げを上げている。小売売り上げが高い15都市の中では人口が最小規模でもある。経済交代の前には9位になっていた。自動車産業など経済が回復すれば年間小売売り上げ高は40億ドルの規模になって10位以内に戻ることが予測される。 ウェストフィールド・ガレリア・モールが市内の主要、ショッピングセンターであり、地域の小売業中心とも考えられている。ウェストフィールド・ガレリア・モールは、この高級志向のモールから上がる売り上げを見込んで、広さ487,806平方フィート、投資額2億7000万ドルの増床計画を始めた。ウェストフィールド・ガレリア・モールの通り向かいには、ピーター・ボリンジャー投資会社が、 ザ・ファウンテンと呼ばれる、投資総額7000万ドルの施設を建設した。この施設は、広さ33万平方フィートの小売センターであり、いくつかのレクリエーション施設があるという特徴がある。第1段階は2008年6月30日にオープンした。今後、ホテルや追加店舗、オフィスビルなどが建設される予定である。この他にもウェストフィールド・ガレリア・モールや、 ダグラスブールバード金融街を取り囲むようにして多くの商店街がある。ローズビルの包括的年間財務報告書2014年版によれば市内の大きな雇用主トップ10は以下の通りである。2009年にカイザーパーマネンテの従業員数がヒューレット・パッカード社を上回りプレーサー軍では最大の雇用主になった。これはヒューレット・パッカードが ローズビル事業所を縮小し、2009年1月に子ども婦人病院、2月に新しい医療事務所ビルをオープンしたことによっている。ローズビルの市民センターローズビル市は1988年から約207エーカーに及ぶ中心街中核部の再開発計画を立ち上げてきた。これまでと今後にわたって、市はその歴史的地域の再活性化のために、 数千万ドルを使おうとしている。この地域は長い間に衰退してきていた。すでに、バーノン街路景観プロジェクトを完了し、現在は、歴史地区と川沿い街路街路景観プロジェクトに取り組んでいる。また、コブラプロパティーズ社と組んで駐車場、オフィスビル、画廊の開発を行ってきた。新しく、ローズビルアーツ、ブルーラインギャラリーが入り、 新しい事務員に必要な駐車スペースを確保できた。駐車場は2007年11月に、ブルーラインギャラリーは2008年2月にオープンした。ローズビルはシエラコミュニティカレッジ地区に入っている。市キャンパスは隣接するロックリンにあり、ローズビルゲートウェイと題する市内の拡張キャンパスがある。ここは認定証と文系純学志望を提供している。 公共教育は、ローズビル市教育学区、幽霊化統合教育学区、ドライクリーク結合小学校区、及びローズビル結合統合高校学区が、管轄している。市内にある、セントオールバンズデイスクールは、初等教育と、中等教育を行っている。ヘラルドカレッジは、授業の経歴を求める学生を対象にする、エイリーカレッジであり、2年生である。 フェニックス大学が市内にあり幅広い学位を提供するほか、授業は教室とオンラインの選択肢もある。市立の日エリカレッジであるチャップマン大学はローズビルに拡張キャンパスがあり、夜間の授業もあり、働く専門家を対象にしている。技術専門学校は市内にある技術学校であり、調理法、事業及び量など多くの分野での実務教育を 提供している。また、調理専門学校もあり、3つの完全で特徴あるプログラムを提供している。ウィリアム・ジェサップ大学は、サクラメント大都市圏では、唯一のキリスト教大学であり、近くのロックリンにある。最近ドレクセル大学が、ローズビル地域にキャンパスを設けたい意向を表明した。市内にある、サクラメント州立大学サテライトキャンパスが独立した。 カリフォルニア州立大学システムの一行になる計画がある。ローズビル・プレストリビューンは周辺地域でいくつか小さな新聞を発行しているゴールドカントリーメディアが運営するローズビルの週刊新聞である。ロックリンローズビルトゥデイは独立系オンラインニュースであり、購読者は約5万人である。サクラメントビーがローズビルで 最も人気の高い新聞である。市内にはカリフォルニア州道65号線と週刊高速道路8 5号線が通っており、州道65号線の南端が週刊高速道路8 5号線につながっている。アムトラックの列車、キャピトルコリドーがローズビル駅に停車する。ローズビル交通はローズビル市が監督しメガボルト交通が運行する、 公共輸送機関である。12の定期路線とオンデマンドシステム及び通勤線を運行している。サクラメント地域交通の線やプレーサー軍交通と接続できる停留所がいくつかある。プレーサー軍交通は、ワット i 8 0ライトレールの駅で接続し、オーバーン、リンカーン、ロックリンなど、週間高速道路80号線に沿った。 他の都市と接続している。サクラメントに向かうプレーサー通勤快速は、テイラー道路のパークライド駐車場に接続している。ローズビル市公共事業部が、電力、浄水、下水、ゴミ収集のサービスをしない大半に提供している。パシフィックガスエレクトリックカンパニーが、天然ガスを供給している。インターネット、ケーブルおよび電話は AT、AT&T。 コムキャスト及びシュワウエストが提供している。市内にある主な医療機関としてはサッター・ローズビルとカイザー・パーマネンテがある。市内及び周辺に多くの医院もある。近くのサクラメント中心街にはカリフォルニア大学デイビス医療センターがある。ありがとうございます。